ここからは放送の解説、新しくお迎えしております。秋田工業高校から法政大学、その後はトップリーグのサントリー、そしてセブンズの日本代表でも活躍されました。現在秋田ノーザンブレッツでご活躍中の成田修越さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、セブンズ日本代表の経験者として成田さん、ぜひセブンズの魅力を今日はたっぷりお伝えしていただきたいんですけれども、はい、まず成田さん、はい、7人制、魅力としてはどんなところが挙げられますか？そうですね、やっぱ広いスペースがあるので、やっぱり15人とは違うスピード感ある、うん、はい、そういったところが魅力だと思います。やっぱり成田さんもこの広いピッチを使って自慢のステップで。そうですね、本当昔ですけど、はい。ちなみにこの広いピッチですし、はい、15人制と共通点としては、まあ、ボールなども同じですよね、はい、スキルに関しては全然一緒なんですけど、うん、やっぱりあの攻める方法だったり、まあ、ディフェンスの仕方は全く15人とはちょっと違う競技かなと思います。ぜひそのあたりも詳しく解説していただければと思います、はい、さあここからはカップ準決勝ということになります。奥側のジャージ、オレンジ色を基調としたジャージがアルカス、手前のブルーと黒のストライプが日体大です。まあ、ここまでは成田さん、アルカスが非常にいい形で入ってきてますよね、はい、そうですね、強いです。昨日見てても安定感ありましたね、ゲームに。まあ、今日のゲームに関しても、まあ、さすがだなという立ち上がりで今日の初戦も制しています。こちらがアルカスのメンバーです、まあ、7人制のメンバーとしては日本代表フルメンバーと言ってもいいようなメンバーが揃っています。リオオリンピックの代表、そして先日のセブンズのワールドカップに出場したメンバーもずらりというようなラインナップになっています。ただ一方の日体大も去年のこの秋田大会のチャンピオン、そして年間の総合チャンピオンでもあります。日本体育大学ラグビー部女子、テーマは組織は個に勝ると。ぜひ成田さん、その部分を見たいですね。はい、そうですね、去年のチャンピオンチームなので、個人のタレントがずらっと揃ったアルカスか、それとも去年のチャンピオンチーム結束の日体大か。左から日体大、右からアルカスの前半です。かなり強い風が吹いている秋銀スタジアム、この風もどう影響するか注目です。短い笛、ノックオンでした。ここはアルカスボール。メンバーとしては成田さん、それぞれ注目の選手、アルカスはどうでしょうか？そうですね、前日本代表のキャプテンの中村千春選手、はい、非常にゲームメイクがうまいので、はい、そちらもちょっと見たいなと思います。6番の中村、リオオリンピックの時の桜セブンズキャプテンでしたもんね、はい。一方の日体大はでどうゲームご覧になりますか？そうですね、去年非常にボールを動かして、相手を動かして、それでうまくスペースをつくというラグビーをしてたので、はいはい、ちょっとそちらも見たいと思います。ボールをうまく動かせれば日体大にもチャンスは、はい。さあ、ここまで無敵の強さを誇るアルカスに日体大がどう対抗していくのか。スペースをスルッと抜けてきました。ここはただ2人がかりで日体大が止めます。入っていたのが9番の野田でした。ん、ペナルティー、ボール離せませんでした。すぐにリスタート、ボール奪って山本がそのまま行きました。外のスペースは狭いところ、名倉が、そして新原が狙っていきます。名倉が必死に後ろからサポート、ただ絡まれて、ボールはどうだ、桑井が絡んでいく。ライン際の攻防はまだ増えはない。なんとかもう一度ダウン、ここでアルカスターンオーバーです。まあ、このあたりは経験値の差もありますかね。そうですね、接点のところが非常にうまいですね。ただ陣地としては日体大が押し込んではいるんですよね。そうですね、ゲインさせずによく我慢してますね。どこでアルカスがゲインを切ってくるのか。パワーランナーマテイトンが使ってきました。短い笛、ノックオンです。結局こういった形でアルカスが自陣でボールを失うんですよね。そうですね、まだ敵陣に進んでないので、日体のディフェンスが組織がいいと思いますね。これ我慢し続けて日体大はトライまでという部分でいうとどういった絵を描きますかね。まあ、広くグラウンドを使うんじゃないでしょうかね。今も長いパスもありましたし、風の中でという部分はどうでしょうか。そうですね、あまり風の影響も
ないぐらいの広さで広くスペースを使っているので、なるほど、はい、非常にうまいと思います。マネジメントしながらです。ここで 22m ライン超えました。絡まれると怖いところ、素早く出します。神田がここまで持ち込んだ。長い笛ペナルティー、すぐにリスタート、ポイントに戻してからです。桜井が左によれよれと今指示していました。奥側引きつけてから神田、一つポイントを作ってそのまま持ち込んだ大山、ラストパスどうだ。勝負に行きましたがしっかりと止めていました。最後は山中のところです。マルカスもさすがに簡単には割らせませんね。そうですね、今もよく止めましたね。ギリギリでしたね。本当にタイミングとしては日体大も良かったんじゃないですか。ラストパスもうちょっとその1個前で放っても面白かったかなと思います。わずかの差でしたかね、はい、ラインアウトです。しっかりと合わせて4番中島でキープです。このスペースは左に隅を使ってきます。ライン際の攻防はまだ倒れません。粘り腰は谷口、ハーフウェイライン付近まで持ってきました。順目にさばいて外側に強いランナー、マテイトンがここでボールもらいました。うわー、そしてスピードもあります。乗った、ナイスタックル。ボールこぼれて後ろからのフォローは来ていました。アルカスもようやく敵陣ですね。そうですね、広くボールを使うことでここまで2回の攻撃で来ましたね。ただ日体大も積極的に今飛び出して早めに捕まえようという姿勢はありました。外側に離して谷口、そのままスピードに乗ります。加速してここは左隅で抑えました。先制トライはアルカスです。4分47秒というところ、まあ、時間はかけましたがしっかりと先制点になりましたね。そうですね、ディフェンス日体がよく我慢してたんですけど、まあ、アルカスの2回のワイド攻撃にちょっとついていけなかったというか、はい、スペースができてしまいましたね。外にアルカスとしてもここまで、まあ、相手に攻め込まれながらしっかりとそこはトライ許さず、このあたりはさすがですね。そうですね、すごいいいランナーがたくさん揃っててどこからでも攻めれるという状況は魅力ですね。本当にこれ成田さん、ピッチ上で戦うとしたらアルカスはどう止めますか。あ、僕がピッチ上で、はい、いるとしたら、いやそうですね、まずは接点のところでプレッシャーをしっかりかけるというのと、はい、あとは長いパスでちょっとずつプレッシャーをかけてミスを誘いたいですね、うん。まあ、今ちょっと簡単にやらせすぎてゴール前から敵陣まであっさり2回の攻撃できたので、はいはい、ちょっとそこを防ぐだけでもだいぶゲームにはなるかなと思います。そしてパワーランナーマテイトンガが強い。あ、ただボールこぼれました。ノックオンのアドバンテージです。その隙をついてなんとか離したい。ここでボール出ました。うわ、ただ上がりも早い。なんとかキープです。ブレイクダウンは熾烈。そしてボールが離せなかったという判定です。そのままリスタート。ここをどう止めるかですね。日体大深いところ、ステップ刻んで中に入ってくるところはダブルタックルで止めています。そしてマテイトンが飛ばして大きく外に行きました。ここはトライラインまでしっかりと持ち込んでいます。再び谷口典子、この試合2本目のトライ、そして前半の方がここでなりました。まあ、形としては最後に大外、まあ、谷口を使ってというところでしたが、成田さん、今の攻撃いかがですか。もう外のスペースをうまく使って日体大のディフェンスを広く動かしているので、はい、日体大は今ちょっときついとは思いますね。横横に動かされているのでちょっと翻弄されている状況でもありますか ね。 そうですね、どこかで前に出て止めるだけでちょっと状況は変わるかなとは思うんですけど、
前半は10対0での折り返しになりました。後半に関しては、では日体大はまずディフェンスから前に前に出たいところですか。そうですね、あの前半の一番最初の入りに、あの結構いい前に出ていいディフェンスをしてたので、それを続けていけば多少アルカスのアタックにプレッシャーはかけれるかなとは思います。そこに挑んでいく去年の王者、学生の日体大、日体大にとっても非常にいい経験になるゲームですよね。そうですね、もうちょっとアタックが見たいですね。その中でスコアができるかどうか。後半の7分です。高いところ設定、ペナルティです。空中での接触でした。ああ、審判ですね。今のプレーは危険だったという判定ですか。そうですね、今厳しいですね、結構こういうプレーが。そうですよね、はい、今のような空中での接触、あと首から上の判定もかなり厳しいですよね。そう、もうすぐ取られますね。ここは人数1人減ったのがアルカスです。日体大はチャンス、ここもやはり広く使っていきたいですか、日体大としては。そうですね、人数がいないところが今裏になるんですよね。タックル受けながらですが、なんとかボールはまだキープしています。もがきながら縦、新民で2分間1人多い状況に日体大です。狭いところついてゲイン刻んでいきます。タラタンノーバーです。ブレイクダウンやはり強い。さあここは日体大なんとか前に出て止めたい。ただ見事なパスワークで再び谷口だ。スピードに乗った、もう止められない。左隅、今日3本目ハットトリック。1人少ない状況ですけれども、下がらずに前でしたね、アルカス。そうですね、ブレイクダウンでボールを奪って、1人少なくてもあのボール奪う姿勢がもう積極的でしたね、アルカスに関しては。まあ、決して引かないというところを見せましたね。そうですね、今1人いない状況っていうのも分からなかったですね、あまり、ね、はい。そして谷口、今日3本のトライ取ってますけど、谷口というプレイヤーの、まあ、ランニングの特徴など含めていかがでしょうか。あ、僕も昔から見てるんですけど、うん、すごいあのランニングスキルが高くていい選手ですね。あの速いランナー、それからステップうまいランナーだと言いますけど、谷口のランニングの特徴って何が特にうまいですかね。あのただただ速いっていうのじゃなくて、あの、はい、自分で周りの状況も見て、うん、あの人も使ってあのトライまで走っていくので、ディフェンスとしては絞りづらいかなとは思います。谷口だけに集中するわけにもいかないと、はい、結果的にはこの試合で3本のトライを取っています谷口典子です。ここもキックオフ競りに行きますが、際どいところバウンド弾んで、ここでタッチに出ています。 10m ちょっとギリギリというところでしたが、ワンバウンド。ここは日体大ボール、選手の交代があります。アルカスサイドが選手の交代ですね。2番の久下が入ってきました。そして日体大も選手が変わります。まあ、1日3試合戦う中での今日2試合目、後半のフレッシュレッグの投入も一つ肝になってきますよね。そうですね、インパクトプレイヤー的な存在な人が入っても面白いかなと思います。さあどちらの交代選手が光を見せるか、ここはペナルティー、ノットリリースザボール。日体大すぐにリスタートです。アルカス、まだ1人少ない状況のアルカスですが、ここも積極的にいきます。うわー、強い、絡まれながらも抜け出しました。そのまま抑え込んでいます。ただここも新品ですか。今イエロー出てましたね。日体大の選手に今新品が出たようです。首ですかね、今最後のところのタックル。アルカスとしてはスコアを追加して今20対0というところになっています。日体大1番の光月が今下がりました。
おお、ここはクロスバーに当たってから入っています。これで22対0、1人少ない状況でしたが、スコアさらに重ねましたね。そして今シンビンがアルカスの方を開けたようです。やはり先ほど日体大1番の光月がシンビンになったようです。おそらく危険なタックルだったと思われます。今度は逆に1人少ない状況の日体大です。成田さん、残り時間も少なくなってきましたが、日体大としてはどんなプレーで攻めていきたいですか。まあ、人数が少ないんですけど、ちょっとボールを動かして、はい、うまくボールキープをしてアタックしたいところですね。このアルカスのディフェンスにどうやって粘るかですよね。そうですね、激しいですね。前に前に来ます。積極的に前に出てるのでプレッシャーかかってると思いますね、日体大は。キックでいった。山本の裏へのキック、チェイスは10番の宇川が追っていきます。ここはアルカスサイドにボールが入って、残りは間もなく1分というところになります。オフロードつながりました。ここもステップで切り裂いて、なんとか後ろが追いついた。外に離す、もう1枚クゲまでつながった。ここは2人がかりですが倒れない、強い。最後絡まれながら縦突破、バティバカロロ、グラウンディングは抑えられていませんか。最後は見事体を入れ込みました。ちょっと今確認しています。ノートライですね。ここニット見事でしたね、最後体を入れ込んで、ね、よく我慢しましたね。9番の山本もよく戻っていました。さあ時間を考えると、そろそろラストプレーというところも近づいてきます。なんとか1本止めて。そうですね、日体大としては思い切って前に出たいところですね、ディフェンスで。まあ、この深く攻め込まれている位置なので、まっすぐ縦に出ていきたいところです。日体大もここでシンビンが開けました。7対7に戻っています。前に出たい。ボールこぼれてノックオンです。さあ、成瀬さん、ラストワンプレーですね。そうですね、思い切ってアタックしたいですね。ボールキープをして、ちょっとずつでもいいので前に進んでいったら、どこかスペースはできると思います。一番手前側左サイドで待っているのが日体大1番の光月。シンビンは開けました。ここまでのゲームではその1番の光月、キャプテンでトライを取るというところも日体大多く見られました。ここはマイボールスクラム、自陣の深い位置からです。一旦右サイド、ここは山本一つ縦、ラインは左側にできています。ボール早く出したいところですが、絡まれて、ここで出ます。キックでいった、光月がチェイス、ちょっとただ伸びすぎか、バウンドして外に出ました。最後もったいなかったですね。ギャンブルチックですけどね。我慢して攻めてボールキープの方が良かったのかなとは思います。一か八かでしたね。つながっていればというところではありました。アルカスボールのラインアウト、蹴り出せばそのまま試合終了です。22対0、結局アルカスが去年のチャンピオン日体大に完勝という形になりました。成田さん、いかがでしただったでしょうか。アルカスはブレイクダウンが非常に上手で、たとえボール取れないとしても、はい、そこでボールを出す時間を遅れさせているので、非常に日体大としては攻めづらかったかなとは思いますね。もうディフェンスも揃ってしまっているので、はい、完全に日体大の良さをかき消してですね、そうですね、決勝進出。ちょっとアルカスの止め方としてはどうでしょうか。いや、これは実際僕も今どう止めようかっていうのも考えたんですけど、はい、やっぱ能力の高いランナーが多いので、なかなか本当に止めるのは難しいですね。本当に組織で前に出て止めていくしかないかなと思います。
完璧な勝ち方をしたアルカスがまずはカップ決勝進出を決めています。